みちゃんのコメントがすごい。ああ、なんかちょっとあみは忙しくてさすがに参加できなかったの で、 で、ね、ちょっと私の方から報告させてもらいたいなと思います。はい。ちょっと待ってくださいね。今代わりに喋れると召喚する。ね。来た。なんか笑いの方に行っちゃった。どうですか一夜明けて。いや、やっぱ入会式して、うん、実感が湧いて、うん、1日1日経つごとに実感が湧いて、うん、プラスになってきます。そうやな。ということで、アミはツアーを目指してやっていくわけですけれども、はい、皆さんに重大告知が、はい、心の準備はいいですか。いいですか。資生堂レディース、はいはい、レギュラートーナメントですね、はいはい、イライラに出場が決まりました。うわっうわっうわっ。はい、まさかの、ダンロップさんからの推薦で、試合に出場することになりました。まあキャディは正直ごめんなさい、私本当にレッスンが詰まりまくってて、いきなりちょっとさすがにいきなりすぎて、対応できませんでした。さっきがこうやってバッグ担いでもらいました。バッグをこう持って、やばいやばい。ちょっと無観客試合なので、応援にはちょっといけませんが、まあテレビに映ってくれることを信じて、はい、まさかね、昨日アカデミーに、改めて報告に来てくれるときに、まさかのお土産がこれだった。いや、まさかすぎますよ。てんちゃんに、もうすぐアカデミー着くから動画回してくれるって言って、てんちゃんにも言ってなかったんですよ、そんな内容。そういうこと。そうです。で、普通に私も報告改めてするから、はい、ちゃんと撮る。その動画回した。撮った撮った。どうしたそれ。あ、まだ送ってない。いや、送ってないわじゃない。それアップせなあかんの。何してんの。何してんの、お前。ちょうどタイミングよく先生がトイレに行って、トイレから出てきた。ちょっとびっくりした。サンドレード、いつ来たの。今来ました。あ、来ました。小川さんはアンドレードに。素晴らしい。あと、もう一つ急遽電話が来まして、なんと来週のレギュラー。そうです。出場が決まりました。すごい。すごい。間違えました。これ額に入れるやつ。はい。っていう感じの動画ですね。ちょっと今すぐアップしますね。すいません。先生、今日はいつもより素敵なシャツですね。あら、うん、確かに。気づいちゃいました。素敵なシャツ。ね、はい、実はですね、アルチビオさんのシャツなんですが、うん、ここ見て。おぉ、DD バッテリーアルチビオ。しかもこの色、もしかしたらこれに合わせて。めっちゃいい。めっちゃいい、めっちゃいい。ほら、私が色をチョイスして作りました。いいやろ。デザインはもともとアルチビオであるデザインやねんけど、色とかこの生地とか全部選んで。 4L はありますかって。 4L はありますか。やっててください。L までですか。で、値段もね、35万円っていうすごい安い値段なんで。はい、はい、35万円な。いや、もうちょっと安いよ。あ、うん、アルチビオのそれのデザインと同じ値段。ああ、じゃあ他の色をアルチビオ、うん、いや、これは儲けとかじゃなく作ったやつだから、全く同じ値段です、本当に。アミのツアーさせていかなかったの。
チューマンできるな。てか白い方も紹介しておこう、はい、じゃあここにね、ルアーがね、5、6個入ります。で、この辺が薄手になってるんで、このまま直接入れると針がこう貫通して体に刺さる仕様になってます。このチクチク刺さることによって俺は生きてるんだって、痛い、でも俺生きてるんだって、痛そう、だいぶ痛い、痛感できるようなポロシャツになっております。はい、でもう一色作りました。もう一色は、はい、白は黒の、はい、白黒で珍しくない、アルチビオでこんな色ないんですよ、うん、気づきました。アルチビオでモノクロなんてないんですよ、はい、合わせやすいですね。怒られるかなと思ったんですけど、アルチビオのデザイナーさんが浦さんの好きにしてくださいってことで、ロゴの一番好きに限定されてます。はい、白黒正解やな、うん、これ本当に良かったと思う。私こっち欲しいですけど、この黒の人気つけたら奈良抱っこすると毛つきます。これ奈良抱っこするときは白にしてください。はい、そうです。裾出さないと DD 見えないんですね。そうです、あえて出さないようにしました。シャツインすると DD がもう出ないように、あえてね、うんうん、すごい上げるね、すごい見えないですね。もうむしろ上のここも危ういですもん。後ろはどうですか。でこう入れてからちょっとだけこれです。黄色のアルチビオは今日のライブ終了後から発売になります。先生楽しそうやなって言ってます。今日は先生機嫌いいんで許してください。足を振ると骨盤の位置が変わります。そもそも骨盤の位置を変える動作っていうのは、自分が思ってるエネルギーよりも大きいエネルギーを働かせるためにみんなやってるんです。波が来週試合出ますんで応援のよろしくお願いします。できます、はい、私も出ます、はい。ちっちゃい声がやばい。右上のバツを、はい。そんなイケメン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 言うんやったら面のコントロールの仕方教えたろ。初心者向けの動画を出そうと思ってて、初心者向けので、初心者の人がいきなり上手くなるためにはどうしたらいいか、初心者の人が何が一番難しいって、ベース面をまっすぐボールに対して当てるのが一番難しい。もうこれだけやっとけば、初心者はこれでハーフスイングの練習だけやっとけばアホでも上手くなる、相当上手くなる、いきなり上手くなる。ゴルフ始めました、初ラウンド、え、初ラウンドでそんなスコアで回ってんの？え、私好き。結婚。いけますこれ。これだけだった感じですね。L です。すごい日焼け。すごい。日焼けがすごい。なんか分かんない、違う感じなんだろう。はや、今見えた、109からやる、109、いや、これ分かるか、早すぎてゆっくり見える。女性のジムトレーナーみたいな。確かに。